こんばんは、さっきぶり。どうもごきげんよう。こんばんは、さっきぶりね。今日はちょっと踊れないですね。髪切ってないよ。あれよ、何日間踊った？何日間踊ったか。今日の朝も踊りましたもんね。ちょっと今日はゆったり配信でいきましょう。髪の毛、さっきの配信見てくださいましたか皆さん。さっきのウィッグはね、説明しましょう。ココアちゃんのオーディション時代のココアちゃんの配信を知ってる方はおると思うんですけど、あのオーディションショールーム、オーディション時代の時にココアちゃんウィッグをかぶって配信してたんですよ。でそれを今日ウィッグを2人でかぶって配信しようかなって思ってたんですけど、もうココアちゃんは暑いのが耐えれんらしくて、もうなんか私だけすることになりました。空間の偽物、そうですね。どうでした？髪の毛長いの、やっぱね、髪伸ばしたい欲が深まった。1時間だけだったんですけどね。こんばんは。カメラが戻った。茶髪に弱いよねって。まあ今日のウィッグはね、明るかった。でも新鮮で良くなかったですか？違和感やっぱあるかな。歯医者だったか見れなかった。お疲れ様です歯医者。ロッカーさん実は初見、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。似合うっていう人と別れますね。黒髪少女、横向き、下上横。でね、髪切った、みんながタモリさんになっとるよ。黒髪ショートに似てほしい。だってナッツ食べてます。ちょっと夜ご飯食べる時間がなくて、また配信終わったら食べようと思うんですけど。伸ばしてもいいとも思うけど黒髪がいい。まあそんなね、そんなすぐに染めません。大人になってからはね、染めるかもしれんけどね。安心してください、染めませんよ。見るだけで覚えれるダンス？それはないです。それは言い過ぎ。そんな天才ではないです。努力して覚えます。こんばんは、タモリです。わからん、タモリさんのものわからん。こんばんは、タモリです。髪切った？
スタッフさんさえ黙らせるかもしれない。なんだそれ。あ、木下桃花さんみたいな。すごいですよね、髪の毛。クラサンかけないと。ないわ、ないんよな、黒髪が似合うって。あれ、こういうこと、髪切った。まゆねちゃんが言ってたん。まゆねちゃんね、言い過ぎよそれは。そっか、まゆねちゃん見たことないもんな、私が覚えてるところを。逆によりますけど、2時間で覚えられるのもあれば、もっとかかるのもあるし。クッカの由来はこちらです。あれよ、実家配信の時はこの髪が泣くんで、泣くて困った。ほばちゃん、クラさん似合うよ、クーかけてみてよ。もう言わなさそう、あの頃は言っとったけど。粘膜張り、私も楽しみ。皆さんぜひ来てください。8月11、12、13の3日間幕張メッセで握手会をやります。個別の押しまし券も使えるので、ぜひ皆さん来てください。YouTuber というか YouTube で週に1回動画を上げてました。歌って踊る動画を。仕事なんだよ、お仕事頑張ってください。行くよー、イエーイ。皆さんぜひね、握手するときは何々ですっていうか、なんか名札つけてきてくださいね。そうじゃないとショールームの誰なのかわからない。一番長くてね、こんぐらいまで伸ばしたことあります、多分。結構長かった、小6の時が一番長かったかもしれん。そうね、髪が戻ったね。安全グレタンかってめっちゃコメント来てましたよ、ね、グレさんいいです、グレさん別に使わないです。おままたまりです。誰やねんって感じや。誰でもできるんや。おままたまりです。ディリリリーン。自撮る写真で何誰も作るやって、やばいな。空間の由来理解しました、よかったです。いや最近ハマってること、忙しすぎてハマってることがないですね。自分振り覚えるとき、サビ以降から覚えて最後に頭を覚える。何それ、独特。確かに独特よ。名札にボーダー T シャツ、ボーダー、あれ岡山のとき着たやつですか、あのグッズのマリンじゃないですか。今日も来た、ありがとうございます。
R さん、佐藤さん、こんばんは。ね、あと少しよ、あと2日。今日が9日か。お、公式のやつね。そう、私たちもあれ着て、あの T シャツ着て踊りましたからね、岡山に。もしもし券も使いますよ。ネモクウカは想像以上に可愛いと思います。しかも個別握手会なので。ミンミンだ、飲んでないのに。あるよ、これはある。どうも、支配人です。12日の握手会行きます。ありがとうございます。塗ってます。楽しみ楽しみ。ハートが横島のボード、ハートが横島ねえ、な、ミンミンダハのさ、さっきのさ、話も笑いが止まらんかった。私ね、仕事で取り扱ってる。わからん。缶のアイスコーヒーは飲んだこと、アイスコーヒーじゃないわ、ブラックコーヒーはね、なかなか飲まんからさ。お、カラオケでトーチの声歌ってきたって。おお、そっか、カラオケにもあるのね。いつも ペットボトルのコーヒー、ST の初握手がクーガちゃんじゃないんだよね。誰なんだろう。ね、カラオケなかなか行けないけど。ごめんなさい、ただいま、サポーターさん。8月13日一部から、おお、待ってます。たっちゃんさん、約10ヶ月の賞味期限やって。2018年5月やって。あか、私数えな、分からんのよ。今何月ですか？ 9 月ですか？ 10、11、12、1、2、3、4、5、8 ヶ月やって。歌いやすくて、え、めっちゃ高くな、あ、でもあれか、キーの設定ができるのか。なるほどね。せっかくやから、こう飲みましょう。早めのコーヒータイムです。ドアを開けて、おはようございますって。え、9月、あ、もう私もほんまに頭おかしく、え、でも8から数えて、8、あれ9、10、10、12、1、2、3、4、5。あ、やばい、私パッパルパーですね。わからん、ほんまに夏休み終わってしまっとる。ガーン、ん、なっちゃん後ろの友達に来るかって誰って言われたから、くかちゃんの魅力たっぷり話しておいてよ。イエー、ありがとうございます。嬉しいわ、本当にありがとうございます。お、アルボナンザさん、名前覚えたよ。アルボナ、アルボナなんだっけってなる。アルボナンザまで覚えました。髪切ってないんですよね。黒の上に黒やからそう見える。てか、香川でシャンプーさ、ヘアレシピやったんやけど、もうヘアレシピのキウイの匂いが最高すぎて、もうね、最高すぎたわ。
いただきます。ブラックです。あ、でもいつも飲むブラックとはね違う感じですね。コーヒー飲んだら眠れなくなる？いや、それはね違うんです。私は違うんです。私はコーヒー飲んだら寝れなくなりません。確かに薄いかもしれん。うん、小学生の時よく動画見てた。ありがとうございます。なあつーさん、めっちゃ嬉しいです。あ、また後で逃走中見よう。やれよ。なんだっけ、香川帰れると思ってなかったからさ、こっちで逃走中撮ってさ、録画。いいけど、まさかの帰れることになってね。でも、もう優勝者は分かっておる。もう我慢できず調べた。逃走中って調べて。ニコルンさんやろ？コーヒーの CM 来てほしい。私はブラック、私はブラック派、ヌン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 みたいな、私はブラックみたいな、大人のブラックっていう CM 来てほしいね。こういうのが流れる。缶コーヒーって飲む難しい。缶のやつって飲む難しいよね。この飲んだ後のこうどこで戻すかっていう。そうですね、ワンダの CM 難しい。昨日踊ってたとこが一緒で湧いたよー。ね、懐かしい。私も本当に懐かしかったです。と優勝2人、そう。もう、あ、ニコルさんなんやと思って、もうそれで閉じてしまった。橋本環奈さんが優勝してないっていうことは知れたから、もう、うん。カフェイン中毒ね。カフェイン、でもカフェイン好きすぎて、もうストレスたまったらもうコーヒーに行きますね。私は、僕はカフェオレですね。なるほど、ミルク入ってる派ですね。ココアちゃんはココア、え、そっか、タモさんぴったりぴったり。コーヒー選抜いいね。カフェオレも好きですけどね。弟が好きやな、多分。よく聞いて。香川帰ってさ。で、まあ今ここにおるけど、フォローしてありがとうございます。ブライアン・マッカーさん、ありがとうございます。なんか弟から LINE が来て、なんか「そういえば俺お姉ちゃんと一回も喋ってない」とか言って「そういえば俺お姉ちゃん帰ってきたのにお姉ちゃんと一回も喋ってない」って。あ、でも喋ったわって言ってきて、お姉に「はよ寝ろや」って一回喋ったわって、それだけ喋ったわって、ほんまに喋ってない。でも私が一回喋りかけただしのを思い出して、その後私が香川帰ってから一発目に喋った、弟に喋りかけた言葉が
お前マジでおっさんになったなーって喋りかけたんですよ。それは覚えた、覚えとる。それは確かに言ったんですよ。なんか本当におっさんになっとって。11歳ですね。忘れてないよ、フラペチーノさん。まあでも喋らんくても一緒におるだけで心地いいっていう、それがいいですよね。そう、夜中までダンス覚えてたからさ、「早寝ろよ」って言われた。それで一回話しました。え、ブラックコーヒー飲むと落ち着くよ。私は落ち着く。なんやろ、なんかココアのテンションがちょっと乗り移っとる感がすごい。画質いいね。ほんまですか。よかった。Wi-Fi がいい感じなのでやろう。今からクーガちゃん、欅坂のオーディション受けないの？え、私は ST48 です。11歳でおっさん。そう、もう星はわかる、おっさんって。おっさんが NG マナーになるってことは、おっさんが傷つかないようにしてるんだね。優しいね、ショールーム。もうこれで知ってます。これでわかります。いや、違う。私がおばさんっていうわけではなく。いや、なんか会ってなかったらね、もうめっちゃ変わっとる、もう。なんかそれこそ焦げとるんよ、ほんとに。なんか日焼けめっちゃして焦げとるんよ。弟焦げてました。微糖とかまあ飲む時ありますけど。いや、支配人さんの話したやん、今日は。山本支配人さんの話したので、ブラックで。まあ、基本ブラックですよ。あ、これですか。食うか。いいですか、これ。いいだろう。これね、雑貨屋さんで見つけてね、可愛かったから飾ろうと思って。ショーマさん、握手会ありがとうございます。持って帰ってきてない。また。弟にはもう食うかって呼ばれ、おねえって言われてる。って言ったらさ、勘違いされるんやけど、あれよ。お姉ちゃんの承諾系よ。承諾系って意味ですよ。何、ゆいもとは違う？まあ、ゆいもは絶対ブラック飲めなさそう。前も多分この話したい、ブラックコーヒーの話して「ゆいもブラック飲みやんの、なんて言うやろうな、ゆいものモノマネはまだできませんな、ゆいもな飲みやんのよ」みたいな。 分からん、飲みやんのよー。ジャンク見てる？これは似てないと思う。ココアちゃん面白かったですか？前誘ったんですけど、コラボ配信前誘ったんですよ、実は。でも「くーごめんくーごめんできん」って言われて、多分宿題が終わってなかったんですその時で。この前 LINE 来て「くー今日コラボ配信やる？」って一昨日ぐらいに来て、「いや今香川おる」って言って、
っとできました。面白かった。なんていうか独特のキャラクターがすごいですよね。持ち前の明るさの、なんていう、羨ましいほどの明るさを持っておる。で、私 SU になり始めの時にめっちゃココアちゃんがすごいなと思ったのが、そのなんていう、なんかおるだけでそのファーってこう華やかになる感じがすごいなと思って。またくるね、ありがとうございます。ワッカーさん、ももぐの目の上か、そう、髪の毛が衝撃的すぎた。それかやっぱり。でもあれ気に入った自分、茶髪にしたらどんな感じやろうって考えることあるけど、実践できんやん。染めてみることなんかできんし。 BLC48 多いねそれ。そう、一人だけアンダーマーのやつで言ってましたね。県庁、あ、茶髪こんな感じなんやと思って。まああれは明るすぎやけど、あれよ、国語の先生の茶髪があんな感じです。色が、先生茶髪じゃないと先生じゃないっすよ、茶髪じゃないとマジ先生じゃないっすから、もう茶髪じゃないとこの先生ってできてないんで、もうね、茶髪なんて先生じゃないっす、もうそういうポリシーなんですっていう、あの国語の先生ね、久しぶり、めちゃ久しぶり、ずっと会ってないけん。その先生です。そうね、お母さんはもう少し暗め。でも昔はどうなんやろ、お母さんもっと暗くしても似合いそう。戻ってきた。もうそれは仕方ない。Wi-Fi 大丈夫やと思うけどな。チャラい人ばっかり。ヤッホー、ゆいさん。空間の周りの先生、癖が強いんじゃ。確かに。確かに。でも癖の強くない先生もおるんよ。でもその先生のモノマネをせんだけ、私が。だってモノマネしても面白くないけ、できんけ。エアコン消しとるよ、もちろん。ね、ココアちゃんと特別配信してました。ブラックでショートがいいよ、髪の毛が。でもショートをしたくないわ、もう。だって伸びる時がね、辛すぎる。ハッシュタグ好きなんだ、なくし券取ってよって、ありがとうございます。ラムさん見たかった、ゆいさんどっかに上がってるかもしれん。桃組の裏話もできてよかったです。ハッシュタグ好きなんだ、ニチュナンシさんと会ったことないです。ココアちゃんありえん、かわいいな、やばい。小樽が浮気をするのか。10月の幕張楽しみにしてますね、ラムさん。ゆいさん、ココアとクーちゃんは ST で応援してるか見たかった。わー、本当ですか。でもココアちゃんが桃組の前まで私のことをおとなしい人だと思ってたことにビビる。マジかいって思って。
あ、椎茸先生は体育ですね、男子の体育。あ、言ってくれとる。飲めないコーヒーやる？ないと思う。ブラックコーヒーです。ちょろいけんね。そう、小猿はね、言っとったよね、握手。僕ちょろいからさ、僕ちょろいんだって。チャパチャのロング。あげといてほしい。え、ね、ギャル感がすごかった。私の幼稚園の頃にも憧れてた私だ。幼稚園の頃はあれ、あの「チャオ」っていう漫画が好きで、あの何だっけ、なんとかパラダイス、イケメンパラダイスじゃなくて、え、忘れた、なんかわかります、とちおとめ様とかが出てくるやつ、な、あ、姫ギャルパラダイスってやつがあったんですけど、チャオ、あれが好きでした私。土を、あ、わかるかな、一応組分けされてるの、違う違う違う、あの岡山のライブした組がね、桃組って言われて、あ、説明がちょっとめんどくさいな、めんどくさい、どうしたらいいんだろう。超読んでた、懐かしい。パラダイス、そっちじゃないです。よく男子はチャオの言わない。そう、女の方はわかるかな。お米さん、握手会行きたいのに遠すぎていけない、伝えなくてもずっと応援します。ああ、ありがとうございます。もうそんなの泣きそう、私も。わかります、気持ち。だってめっちゃ大変ですもんね、行くだけで大変なのに握手もね、なんか宿泊費とかね。私アイドルのファンだったのでわかります。そう、姫子のやつ、チャオ、リボン、仲良し、チャオ、あー、私はチャオをいっぱい呼んでましたね。そう、東京と岡山でライブ分かれてた時の指が、そう、ありがとう、理解を。それの「姫ギャルパラダイス」っていうのが好きで、まあ「めちゃモテ委員長」も好きだったけど、「姫ギャルパラダイス」も好きで、なんかそういうの憧れとった、茶髪とかだけど、その時に憧れとった自分に今日はなれました。なれました、まさに理想の、その時の理想だった自分だった、あのウィッグ。マジでちっちゃい頃あんな感じになりたかったんです。将来巻き髪毎日とかしたかった。もうするつもりはないけど、ジョン店長、そう、アニメ見とった見とった、東条牛尾とか、あ、あと2人は忘れた、北上耳とか、北上耳、もうそれに憧れて、私耳っていう名前にしたいとかまで言い出しとった、もう。クイカの巻き髪はちょっとそうですかね。あ、でもショールーム、オーディションの時のショールームはあれよね、で髪の毛一回巻いたけど、あの寝癖みたいな。代わりにミキティがギャルになっとこう、おー、え、なんかベイブレードなんか知っとる、シャッってやるやつや、流行っとったね、 CM でめっちゃ流れとった。おはスタの CM がさ、そういうおもちゃとかだったけんさ、まなちゃんありがとうございますね。たまごっち一回買ってもらったことあるけど、それで何回もなんか死なせてしまって、
なんかね、大変ですよね。明日てか、あさって、11日から11、12、13の3日間、幕張メッセで握手会です。あっさみとったね。サキチーが好きだった。私もギャルになります。明日の朝来るね。ありがとうございます。頑張ってください。お仕事かなんか。休憩中にありがとうございます。そう、リボン、エリボンさんも出とった。さきちーさんが卒業してしまってのエリボンさんやったね。チョロ Q、 何だっけ、ミニカーみたいなやつか。ねえ、そうなの、司会の人がもうかぶってしまった。生空化対策しておかないと。 あ、そう。 その話や。私おはスタ出たことあります、2回。なんかミラクルスピンバトン、その時期よ、おはスタ、その時期がオファガールの曲の、なんて説明したらいいんか分からん。オファガールの曲のオファガールメープルやった。あ、懐かしすぎる。オファガールメープルの曲が出て、バトンでやるやつで、いつかはっていうやつで、なんか動画を募集してますみたいな、そういうコーナーがあって、おう、そう、それで私 YouTube に投稿してたので、その YouTube に投稿してたやつ投稿して、その歌バトンで踊って歌ってやって、でそのオハスタのやつに投稿応募して、なんか紹介されたんですよ。で、思い出したんやけど、その時山根さんおった、アンガールズの山根さんおったよ。すごいねーとか言ってくれた。すごいじゃん。全然似てないけど。あ、山ちゃんが、山ちゃんってここの山ちゃんじゃないですね。で、小島よしおさんもおった。わ、そうよ、そうそう、映像で出てただけです。そうよ、山根さんおった。思い出した。ね、で、出てたのとかいうか、あれよ、動画でね。そう、マイスクールマッチ、その顔やめなさい。どんな顔したっけ、わからん。あ、なんか多分また変な顔しとったやん。スクショできたとかあるけど、いつか共演ね、できたら。そうよ、小島よしおさんの「ごぼうの歌」とか見てた。なんだかな、あれよ、鉄拳さんのももちろん見とった。もうそれで毎朝が始まるっていうね。無意識、どんな顔しとったっけな、わからんな。青春を フリーレスな。おい、もう芸人じゃないか。私は芸人を目指してないぞ。
っぱブラック美味しいわ。しかもよくお分かりでって返事しとる。いや、缶コーヒーって飲みにくくないですか、このここが。ご紹介の期間、ショールームできますね。待ち時間に前もやりましたね、ゲリラって言って、やけんできるかも。プルタブというよりプルタブのこのここ、例えば飲むんがここやとしたら、ここここで引っかかる、おおってなる。ねえ、前髪が伸びた。これタメさん、こんばんは。ねえ、ダイエットどうしてなんだろう、気になる。そういう気になる、楽しみですね。ポップコーンがもろくし跳ねてる。まあでもそれが缶コーヒーの良さです。あ、唇治った。生配信で見ました、ありがとう。うらじゃね、ありがとうございます。私結構カメラに映ってて嬉しかったです。朝から行くの、ありがとうございます。まいまいさん、また会える、イエーイ。覚えてますよ、まいまいさん。まいまいですって言ってくれた。司会でのファンのモノマネ、その人個人個人でしかできん。あ、終わりさんはなんかショールームなんていう名前で見てくれてますかって言ったら、それはねまだ教えないとか言われた。それはね教えないって。なんでと思って教えてくれたけど、最後俺ね終わりっていう名前でやってるみたいな。ブラジル再現配信良かったですか。良かったです。めっちゃ W。 まだ教えないやつ多すぎやね。そうなん。いや、ほんまにこれ再現よ。終わりさんのせい、こうやってまだ教えないはぁと思って、なんでやねんと思って。最後ね教えてくれた、気によかった。終わり、まあいる名前変えるんだけどねって言われたけど、まだ変えてないですね。炭酸のコーヒー、やば。どうして教えてくれんのか、なんかあるんでしょう。春町 TV 何回見直した。やっぱ記憶力があるんじゃない。MC の言葉間違ってなかったですか。わあ、それほど楽しかったんでしょう。週末会いに行こうかな。週末に握手しようぜ、それまでお預けの家、はあはあ、くそ。ファンは大切に伝わるから握手行ってみたいって思ってます。ありがとう、あかりんさん、めっちゃ嬉しい。もうチョプツロングつい上げてきてありがとうございます。終わりさん羨ましいって。私の好きなアイスはね、あ、やっぱパルム。最近マイハちゃんがパルムばっかり食べとって、それを横で見る私。
でマリナちゃんと配信やりたい、またえ、あれなんよ、最近スナオっていうアイスが気になる。ローマ字でさ、大文字でスナオって書くやつ、80キロカロリーみたいなやつ。ソフトクリームタイプと、あ、こういうカップタイプがあるけど、カップタイプが気になる。でも食べるんと食べんのでは食べ方が健康にはいいよなと思って食べてないんですけど、まだね。みっこさん覚えてます？肌が綺麗、ありがとうございます。イエーイ、ほんまに STU 入ってから綺麗になったわ肌。でもコーヒー味のアイス好きよ。あります？コーヒー味のアイスって。ねえ、早くクカちゃんに会いたくてバイト探し、もう本当にありがとう。もう無料で握手してあげたい、あげたいというか、もうぜひ私からしに行きたい。マイさん、今日顔色いいですね。いつも悪いみたい。そう、昨日チョコミント特集、私あんまり見えてないけど、あ、ナナさん見てるんかなと思いながら。お、みっこさんアイドル好き、 OK です。パピコね、言ってくれ、努力は必ず報われる。マジですか、めっちゃ嬉しい。あれ見たことある、指原さんの寝起きドッキリみたいなやつで、人生で一番肌綺麗だと思います今って言ってたやつわかりますかね。そう、あやきとばさん、また会いたいな。香川で握手したい。え、そう、チョコミント卵焼きのとこ見たんよ。そこだけ見た、びっくりしたんやけど、なんかチョコ入っとってね。似てるなんか一回見たことあるんよ、何年か前に見たことある。そう、めっちゃ昔のやつでも何でか覚えとる。人生で一番肌綺麗だと思います今。え、クーカちゃんに釣られてふーちゃんの ためのやつすべて投げますえ、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。今日ふーちゃんと一緒に練習したよダンス。憧れのアイドルは指原さんです。そう、 YouTube に上げてましたよ、9年間週に1回、ありがとうございます。でも食べてみたい、チョコミント卵焼きとか。お、焼きそばさん、よし、11月ね、もうこんな時間。ランキング読んでおきましょう。13位トノトノさん、12位ももさん、11位サッチンさん、10位ラニウスさん、9位 RR さん、8位ランマルさん、7位サクツーさん、6位ユマポンさん、5位初見ですさん、初見ですありがとうございますえ、初見ですさん、でも初見ですって書いてるけどね、それで昨日来てくれとった。4位佐藤さん、3位終わりさん、2位もげしょうさん、1位ウォーターマークさん、ありがとうございます。やっぱり私見てました、ほんまですか、ありがとうございます。また再会できて嬉しい。スーパーに100円以内でかき氷がコーヒー味で、へえ、食べたい。おかちゃんこんばんは。ドゥビドゥビンミチドゥビ、目標なんです。そうです、かずいさんもありがとうございます。
前髪が伸びた。今のままでいいんかな。もうちょっとふわっとさせたいな。15の中3です。次回予告明日の5時ですね。明日の朝5時です。いつも通り明日の朝5時にやります。それ以降は分からんけど。長旅になると思う。どこに行くんだ。お帰りなさい。お買い物何買ってきたんですか。コーヒーですか。そう、雰囲気が違って見えるやって。 T シャツやからかな。空気感が依田さん。そんな恐ろしい。恐ろしいというか、そんな方と。あ、スタバですか。いいですね。ミラージュ。資格どこ行って。あ、確かに。でもね、ない方がいいって言われたスタッフさんに。あ、いつものスタッフさんじゃないよ、これは。さっき触覚ない方がいいんじゃないか、こんなん言われてませんけど、別のスタッフさんに。榊はね、ここない方がいいと思うんだよねって言われた。あ、さっきチャパチャだったか。そういうことね。そういうことかい。そうか、まゆさんね、今日これはないパターンがいいですよね。え、嬉しい。そんな依田さんに似てるなんて。だから適当に缶コーヒー買ってみました。スタッフー、ラーメンつけ麺僕イケメン。そう、ライブではちょっと触覚なくしてみたんです。うん、でもダンス配信、この前の昨日一昨日のでは触覚出してたけど、やっぱ食ってる時はね出すんですけどね。あ、またね、もうこんな時間です。おやすみなさい。明日の5時です。ありがとうございました。あと1分あるのか。明日もお会いしましょう。あ、お仕事頑張ってください。明日からも。バイバーイ。初見です。ありがとうございます。フォローよろしくお願いします。ケケさん、カケさんかバイバーイ。富山さんもありがとうございます。また見に来てください。この不思議な時間過ぎなんですか。